じゃあこんにちは、こんにちは、すいません、こんにちは、はい、こんにちはでいいじゃん、こんにちは、はい、こんにちは、はい、すいません、鼻まで出た、すいません、今シーズンとこんにちはが一緒になってしまったんですけれども、今シーズン、まあ、前半戦もうすぐ終了なのですが、まだ一軍で一回も投げていない選手という、まあ、出場機会も恵まれないという選手ね。そうなんです。あ、例えば上がってきたとしても一度も起用されなかったとか、一軍すらまだ呼ばれてない選手っていうのがセリーグで何名かいまして、ちょっとそういった選手をピックアップして、いや必要だよと、まあそうだね、っていう話を今日はしていこうかなとまず思います。でまずは阪神なんですけれども、ちょっとやっぱ意外ですね、うん、岩貞投手、まあ、今シーズン一軍で、まあそうだな、うん、まあでもファームで投げてるしな、はい、だからまあ故障ではないっていうふうには思うけども、まあ、あそこら辺は夏場の苦しい時期にローテーションをちょっと考えてるのかなっていうような感じはするけどね。そうかそうか。だから全くいらないっていうことでもないし、うん、左っていうことを考えると必ず必要になってくると思うから。そうですよね、うん、だから調整をさせてるのかなっていうような感じはするけどね。やっぱり去年のあれだけ起用のされ方を見てると、どうしてもあれなんで今シーズンまだ1回もとは思ってたんですけど、まあそうだね、まあまあだけど、まあ、優秀なピッチャー多いからね、なかなかその競争から弾かれてるっていうこともあるけども、うん、でもこの夏っていうことを考えると入れ替えがありそうな気もするけどね、俺はね、うん、じゃあそういう入れ替えのために必要な選手として岡田監督 もっていうことですね、考えてると思う、はい、あと湯浅投手もそうなんですね。あ、そうだな、まあ、ね、二軍戦見たけど高めを簡単に横山にセンター前に持っていかれてたけど、はい、高校1年生にね、はい、高校1年生だから高校出てね、1年目の選手に、だからやっぱりこう器用じゃないだけにまっすぐのスピードがやっぱある程度戻らないと、やっぱ上でも捕まるっていうことなんだろうね。で、まあフォークも投げたけど、やっぱまっすぐ基本に走らないとそのフォークも振ってくれないんだよね。だからまあそこら辺でこう二重苦になってるようだけども、まあ、だけど基本的に言えばまっすぐ走るか走らないかね。そこなんです、ね、だから走ってないんだよねまだね。多分これあのキャンプオープン戦の時からでしたよね、ずっと、うん、まあ、このままずっと走らない可能性もあるし。そうか。でも走り出したらコツ一回戻れば、はい、まあ、走ってくるだろうしね、まあ、それなりの努力はしてると思うけども、はい、やっぱまっすぐ戻らん限りにはちょっと難しいな、うん。あの去年はね、いいところで日本シリーズ、あーなあ、はい、まあ、岡田監督に聞いたらやっぱこうそのシリーズの流れ全体を考えた時に、うん、まあそこで湯浅を使うしかなかったと、うん、ここでやっぱ雰囲気を変えて流れまで変えてくれるのはあそこで起用するしかなかったって言わしめたようなピッチャーだからさ、はい、やっぱ人気もあるしね、はい、だから戻ってきてほしいけどな。いや欲しいですね。だけどやっぱこう湯浅という姿で戻ってきてほしいよな、しっかりな、ストレートを投げてってことですね。中途半端ではやっぱ戻せないと思う、逆に言えば。そうです、ね、じゃないとそれを見せちゃったら終わっちゃうから一軍でね、はい、だからまあしっかりした湯浅という姿で戻ってきてほしいな。そうですね、はい、あとはあのカープ、はい、34歳の野村投手がまだ一軍登板今年ないというところで。そうだな、うん、去年馬で例えば、うん、早熟馬と慢性馬型ってあるんだけど、うんうん、完全に早熟型だよね、はい、最初は力あるけどもこうだん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 力が落ちていくという、うんうん、で昔は本当にボールが低めに集まってて、はい、高めに浮いてくるまで我慢しろって、うん、そういう指示を出してたんだけど、はい、浮かなかったんだ。だから本当に低めに投げられて高騰されたけどもさ、はい、だけど最近ではちょっと力がなくなってきてるし、うん、その低めでも平気で打たれるようになってきてるという、うん、ただそういうことをこう積み重ねながら経験は残ってるからさ、うん、そうですよね。だからやっぱ夏場苦しい時に野村が1枚加わるということは、まあ、経験が加わるということだからそんなには簡単ではないということ。あの昨年はまあ1軍で6試合登板して1勝1敗、はい、で現在は今シーズンファームで11試合に登板して4勝3敗防御率 3.48 なので、ファームで 3.48 か、そうなん、それはちょっと悪いよね野村に関しては、うん、それと3敗というのは負けすぎだよな。ああ、そうか、そうです、ね、いやまあだけどやっぱショートイニングでも、うん、まあ、先発でも、うん、まあ、どっちでもっていうスタイルを取っとけば、はい、チャンスは絶対あるよ。
これからやっぱり、ね、夏場だったり夏後半になってきて先発陣がちょっと苦しい、まあ、それもちろんそう、うん、まあ、新しい子を使う若い力を使う、まあ、これも大切なことだけどもさ、やっぱ経験がいる場面っていうのも必ずあるわけだからね、はい、そこら辺をこう虎視眈々と狙うというかさ、うん、まあ、そういう風にしとけばいいかなっては思うけど、もちろんね、その時に力になれる経験もあるベテラン投手ですもんね、はい、そして湯川さん、DeNA の太田大志選手も今年1軍まだ未出場ということで、ちょっとね、外野のポジション的にはいやー、層が厚いなー、2人入ってきたので、今シーズン渡来選手と筒香選手という、いや、まあまあ、もちろんそうだね、梶原っていうのも出てきてるしね、はい、その前に上里というのもなかなか出れないしな、上里選手もそうだ、佐野もなんか最近そうです、ね、スタートから外れたりだとか、うん、まあ、スタートに戻ったりだとか、うん、いろいろピッチャーによって併用になってきてるし、はい、なかなか難しいよね、中で太田大志選手のその居場所というか難しいですかね、自分に、まあ、右ということがね、うん、まあ、ちょっと救いな部分はあって、はい、右でバリバリいけるって言ったらその桑原ぐらいしかないんだよね、あと関根もいるしね、はい、左ではね、だから右っていうことを考えると、だけどもそんなに右左関係なく打ちまくってるからな、左が、そうなんですよね今ね、いやだから、まあ、なかなかチャンスはないかもわかんないな、去年はね結構出たりっていう機会は今年も ね、まあ、あったんですけどね、やっぱりポジション争いっていうところで、だからその春先の怪我な、オープン戦での、はい、怪我がな、痛いな、そこで出遅れたっていう、まあ、出遅れたっていうのが痛いよな、うん、ですよね、まあ、だけどまだまだできると思うから、うん、他のチームでもチャンスはあると思う、あ、そうですよね、いや、まあ、トレードとかなんとかって考えるのがね、うん、ちょっとあれかも、失礼かもわかんないけども、うん、まあ、他に欲しいところっていうのは、うん、たくさんあると思う、うんうん、もちろんそうですよね、外野で、いや絶対あると思う、うん、守備力とか肩とか、はい、まあ、足とか、うん、これは使えるから、うん、でバッティング使えないかっていったら使えるし、はい、うん、だから多分大丈夫だと思う、他の球団も、ね、ようマークはしてると思う、だから出場機会を求めてもちろん外に出るっていうこともいいですよ、ね、可能性はあるね、はい、うん、本当に太田大志選手試合出ると流れ変えたりとか、勢い引っ張っていってくれるようなそんなバッティングだったりとかもしてくれたりも期待できるので、うん、そう、はい、去年私なんかで見てて流れ変えて太田選手を勢いよく打つとかみたいな、まあまあ、勢いはあるよな、うんうん、頭から突っ込んでったりだとかな、はい、だから非常にハッスルプレーをしてくれるから、うん、まあ、気持ちのいい選手ではあるけどね、そうですよね、ああ、さあ巨人でもまだ未出場の選手いました、まあ野手ほとんどの選手がまあ1軍に出場して、はい、回は経験しているという状況の中でも、例えば岡田悠希選手だったりとか、うん、中田内野手もいるんですが、やっぱピッチャーでびっくりしたのが畑投手と直江投手がまだ1軍未登録、うん、未登板なんですよね、俺畑は使えると思うんだけどね、うん、そうなんですよ、いややっぱ環境なのかなと思うよ、与えられるポジションだとかさ、はい、まあ、先発でダメだったら中継ぎ当然行くよね、うん、やっぱプレッシャーがきつすぎるんじゃないかなっていう気もするよ巨人のプレッシャー、うん、俺最初出てきた時に、うん、球とかいろいろ見てて、あ、このピッチャーいいピッチャーだなと思って、うん、このピッチャーなかなか負けないぞと思ったら出てこないんだよね、うん、畑選手は先発向きなんですか、それでも中継ぎ向きなんですか、いや先発だよ、あ、先発か、うん、じゃ今枚数そこまでね、すっごい足りてるってわけでも、まあでもないから、足りてないけど畑が何番目かっていうことがね入ってくる中で、そうか、だからまあチャンスがないんだったら、まあ、出た方がいいよね、うん、環境変えてね、でも俺が見てる人がいるんだったら畑は商売になると思う、あ、他のチームとの、うん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 、と思うけどな、俺はね、そうですよね、うん、環境を変えれば他のチームでバリバリやれるだけのできると思う、出ますよね、できる、ただいたチームと時期がいろいろ重なっちゃうとこうなっちゃうよっていうことなんですかね、まあそうだな、同じような方が多いんだよね、うん、多いですね、うん、いや本当に多いのよ、うん、山崎よりもそうだしさ、はい、直江とかもそうだし、はい、堀田もそうだし、うんうんうん、だから結構似てるピッチャーが多いわけよ、多いですね、いやそしたらもうヤクルトの金銭出すとかさ、はい、出さねえな、ドイツリーグはな、まだ出しにくいな、あでも田口投手が巨人からヤクルトに行って開花したじゃないですか、いろんな、いやでも広岡と変えてんじゃん、
ああそうか、なので、うん、ただ単純に上げてるわけじゃないじゃん、まあ人ですよね、そう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 、人対人ですけれども、で先ほどおっしゃってたその直江投手もやっぱりまだ一軍未登板、直江はどっか故障があるんじゃないのか、何か訳あってなんですかね、なのか、うん、それともやっぱ堀田と直江ってよく似てるんだよ、だから同じピッチャーいらないでしょ確かにそうですね、まあまあそれは先発でしっかり2人とも2枚入るっていうんだったら話は別だけども、いやよく似てんだよね、堀田と直江って、中継ぎでは直江投手は、まあ、今はどうなんですかね、上いるからっていう、ちょっとでも不安定になってきたら、そうね、直江も投げた時あるけども、やっぱりちょっとスタミナが足りなかったな、その時先発でもね、結構先発だとスタミナ切れちゃう投手っていうのも多いですよね、最近多いよな、そうなんですね、巨人、いやだから同じ型のピッチャーっていうのは、うん、なかなかちょっと難しいかもな、ってなるとやっぱりね、外で活躍してくれた方がファンにとっても嬉しいとか、まあそう、まあ、チームにとっては困るけどね、はい、チームにとってはそうなんですよね、でヤクルトなんですけれども、はい、ピッチャーとしては高梨投手、原樹里投手が未登板ですね、高梨は多彩で面白いと思うんだけどね、でも日本ハム戦のファームで投げてる姿見てたけど、はい、捕まってたな、そうだったんですね、全体的にはその体のキレだとか、ボールのキレが失われてるのかなっていうような気もしたけどね、はい、あとはあの内山選手がもうあの、ね、今シーズンまだ怪我なのか調子があれなのか、怪我でしょ、あのもうキャン、内山、ね、キャンプの時からってことですね、内山はキャッチャーじゃなくて内野にした方がいいな、キャッチャーじゃなくて内野抜群にうまいよ、あの子、そうか本当にびっくりしたもん、キャンプでノック受けたよね、一番うまかったから、なんならそうなんですか、いや本当に、うん、じゃあセカンドでとかサードで、まあ、それでもいいし、うんうん、まあ竹岡はいるしな、はい、内山が内野になったら本当競争激しくなる、これコンバートがね、いいのかなっていう、豊さん的にはじゃあ、いや本当に、うん、まあその村上がサードがきつければ、うん、サードにして外野にするとか、はい、まあ、逆にファーストに持っていくとか、うん、ただオスナと契約しちゃったからな、オスナさんとのとはね、もう、うん、あの複数年しました、そうだな、だからファーストもポジション的には開かないっていうことを考えると、うん、でも内山は内野手にしたらいい内野手になるなとは思ってるけどね、多分村上選手がメジャーに行くということも考えれば、もちろんサードでポジションは開くよな、はい、まあまあだけどメジャーでじゃあサードを村上が守れるかっていうと、うん、やっぱ難しいと思うよ、ですよね、うん、まあ、そうだったら外野をいち早くやっといた方がメジャーに行く早道だとは思うけどね、うん、村上選手そうですね、ただ内山選手はじゃあキャッチャーとしてじゃなくて、あのやっぱり内野手としていい守備に貢献、いや俺はノック受けてた、あれ誰だってあいつやたらうまいけどと思ったけどそれは内山だった、すごい、いや本当にすごいですね、キャッチャーすごいですね、フットワークがいいわ、あそうなんですね、まあ、フットワークのいいキャッチャーってまたいいけどな、本当はね、そうですよね、ただちょっとね、その怪我がいつまで今シーズン長引くのか、まだね、なんとも情報が来てないので、まあ、はい、心配ですけれども、さ中日、はい、田島投手と砂田投手がまだ登板してないという状況で、はい、さらに野手では鵜飼選手だったりとか、あと龍空選手もまだというところなんです、まあ、龍空はな、まだ若いしさ、はい、もうファームである程度成績を残してるしな、そうなんですよ、で守備はやっぱ天才的なところがあるし、うん、だからまあ面白いとは思うけどね、うん、ただ今一軍でこうもうね、なんかこう固定で決まってきちゃってるっていうのがあるんですけど、まあ、そうだな、うん、田島投手は、あ、今日一軍ようやく登録されたというと、うん、まあでもね、使われるかどうかっていうのは分からないですけど、ね、まあ、分からないね、だからそれはなかなか中日のやっぱ投手陣ってね、そうは熱いからなかなか厳しいとは思うけども、うん、まあ、登録されたっていうのはね、まあ、チャンスをいただいたということなんで、うん、はい、まあ、いずれは投げるだろうっていうことですよね、きっとね、ただやっぱりリュークっていうのは若いだけに、まあ、このまま埋もれさすっていうのはもったいないよね、これは立浪監督であったりコーチ陣っていうのは、このリューク選手は今シーズン例えば2軍から1軍にっていうことは考えてるんだけど、それとももう考えてるんだ、いやでも結構あそこら辺は層が厚くなってきてるからな、二遊間っていうのが、そうなんです、ね、だからなかなかこうなんていうの、打ってほしいんだよ、うん、そこでは
そこのポジションをやりながらでも打ってほしいっていう願いがあるから、まあ、リュウクがどのぐらいのバッティングの成長を遂げてるのかわからないけども、昨年のバッティングだけではやっぱちょっと通用しないだろうなと思う。でも今年、まあ、半年も経ってるけど、どのぐらい成長したのかっていうのが、まあ、分からないからな。そうなんですね、うん、だからまあ本当に成長して使えるってなると、やっぱあの守備は使えると思う。今だとやっぱりショートっていうと、まあ、村松選手がいて、はい、村松選手じゃない時、例えば山本選手が出てとかっていう、なかなかねそこにリョク選手の名前がないっていうのも、まあ、山本っていうのが時々守備でな、うん、ちょっとミスするしな、はい、だからまあそこら辺ではリョクっていう名前が、うん、まあ、出てきてもおかしくはないけどもね。そうすると今度山本選手、村松選手疲れてきたなって、だからね全体的なバランスもあるんだよね。まあ、例えばこの選手を入れるとこの選手が弾かれる、うん、まあ、そうなってくるとチーム全体的な流れを見たときにどうなるかという、うん、和を乱すような人間だと入れられないし、まあ、もちろんそうです、ね、もちろん、まあ、リュウクが乱すって言ってるわけじゃなくてね、うん、だからまあそのぐらいやっぱ慎重に人っていうのを動かしていく、ね、うん、だファンの中ではリュウク選手これだけ2軍で頑張ってるし成績出してるから1軍に上げてほしいっていうファンももちろ ん, ん、まあ、それはいるよね、うん、ただその単純に成績だけではないということだよね、うん、上の人間だって頑張ってるわけだから、はい、ね、どういう頑張り方をしてるかっていうことで、やっぱいやいやまだまだ変えられないっていうことを思ってるのかも、まあ、分かんないな、うん、そうですよね、うん、そうか、単純にね成績数字だけじゃない、まあ、それで決められるんだったら単純だよ、うん、上からもう順番で取っていきゃいいだけそうですね、まあ、だけどそういうわけにはやっぱりチームっていうのはいかないんだよ。なんですね、うん、事情もあるだろうし、まあ、もちろんね、うん、だからそこに難しさはあるよね。そうですね、はい、まあね今日ねちょっとざっと挙げましたけれども、ただ崖っぷちは確かだな、今挙げた選手たちは。そうか、うん、それはやっぱりね安閑としてなんだ、うん、でもそれはやっぱこうドキドキしてると思う。そうですよ、ね、まあ、焦りもあると思う気持ちの中に、うん、さあリュウクって若いけども、うん、やっぱ焦りもあると思うよ。あ、確かにそうですよね、まあ、リュウクは焦りないかもわからんけどいやいやいや、まあ、ぼーっとしてるからかんない、どちらかというともしかしたら他チームの方が出場機会あるかな俺とかね思う選手も中にはねいるかもしれないですし ね、まあ、いろいろリュウクなんか性格的なことを言われるけどね、うん、俺なんか接した時には、うん、もう帽子は取る、サングラスは取る、なんなら手袋、もう全部ユニフォームみたいな裸になるんじゃないかっていう勢いで挨拶してくれてさ、あ、そうなんですね、いやそんなことまでしなくていいのにって、うん、いやいやもう先輩ですからみたいな、ことでちゃんと挨拶してくれたら、ね、全然なんか性格的に何の問題があるのっていうような感じがするんだけども、はいはい、まあでも中に入ってね、うん、ずっと一緒にやってるとトンチンカンなことも、ね、まあ中にもあるっていうふうに聞いたことがあるからね、うんうんうん、でもまあそれは若気の至りでさ、はい、まあ、それがある程度の年を取るとね、うん、まあ、治ってくるといいなとは思うよね、うん、そうです、まあ、素質的には素晴らしいものを持ってる選手だけです。そうですよね、まあ、このまま埋もれないように ね、 しいですね、頑張ってほしいな。そうですね、はい、ただ本当ここから夏場非常に苦しい時期になってきて、はい、一軍の選手たちがやっぱり疲れたり疲労で抜けていくってなった時にこういった選手たちの戦力っていうのは必ず必要ですもんね。そう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 、実力があるから今取り上げてるわけだし、そうです、うんうん、だけど安閑としてたらちょっと危ないよっていう、うん、どっちにもいいようにも悪いようにもっていうことですね、はい。